時期によって聴く音楽の種類とかって結構変わってきたんですけど、で昔父親が作っていたおにぎりってすごい力強くこう握るんで、なんかちゃんと三角形というか角張ってるおにぎりで、最近こう定額配信サービスあるじゃないですか。あれで昔聴いてた、中学生ぐらいかなにめっちゃ聴いてたアーティストさんのライブアルバムみたいな、ライブ CD みたいなのが、昔は絶対にもうちょっとこう凝縮されてない、なんか比較的ふわふわのおにぎりしか握れてなかったのに、久しぶりに聞いてみたら当時のこととかをパーッと思い出してめっちゃ泣きました。食べた時に、あ、意外とすごく力強く結ばれてるなって思って、その時に、あ、やばい、なんか幸せと傷つきがこう結びついたような、おむすびだけに、そういうこと。エモかったです。